はい、こんにちは。こんにちは。今日もハイデアキチャンネルということで、この雑学 YouTuber ということで始めたいと思います。今日はですね、隣に座っている人がなんとですね、この世にも不思議な年の差50年ということで、まあ普通50年も離れてると話もしてもらえないんですけどお願いして YouTube に出てもらっております。でここはですね、本当は YouTube 収録するには許可のいるとこで、どこだなって言うなということです。でこの隣の人はさつきちゃんと言いまして、この YouTube のあのアカウントがペンズハウス、このひらがなでペンズハウス検索してもらうと出てくるんですけど、でこれがですね、これがちょっとこの人が大学生で、この21歳になったばかりということで、非常に若いと、まあ、これからですね、まあ、だけど自分はね、21歳に戻してやるでどうだって言われても断りますよ、自分としてはね。嫌で、まあ、嫌ですね、戻るのって。だってさ大変じゃない。大変ですね。あんた大変だよ、簡単に言うと。これからどうするつもりかしらんけど、高校生でも楽しかったですけど、楽しい、もう一回やるって言われたらちょっともう勉強するの嫌だなって。いいですわって。そりゃこの ここって言っちゃうんだけど、あんたの言ってる大学に入ろうと思ったら相当勉強せない、入れんの遊び半分で。いや、運が良かっただけです。運良かったかもしれんけど、まあそういうことですね。で今日はどういう話かというと、日本が50年後ね、うん、どうなるかという話でしたいと思います。はい、まああんたが71。え、おばあちゃん、おばあちゃんだからさ、71でちょっと独身ってわけにいかんでしょ、いくらなんでも。いや、それは嫌です。それ嫌だよな。嫌だよ。それはさすがに嫌です。さすがに子供がいて孫がいた、ま、孫が欲しいです。子供、そんなこと言ったって子供もいて孫もおらんと困るなと、ね、そんなに20人も30人もいなくてもいいけど、いい、まあ、一応正月になったら来ると、ああおばあちゃんとか言って、ね、私が自分でのお金で建てた家に来てほしいです。いや、そんなことはできる人ですよ、それ。でその今日はですね、日本50年後どうなるかっていうこのね、予想をしました。これはね、大体自分で当たってると思います。ほぼ当たってる。でね、本屋さん行くとね、20年後どうなるかとか50年後どうなるかっていう本が結構売られてるんですよ。あ、でね、自分もね、今から50年ぐらい前本読んだことがあるんで、そういう本は、まあ、昔からあったからね、うん、それがね、大体当たってるんですよ。恐ろしい話で、それは数字で大学の教授とかそんなやつが一生懸命研究して、こうなるとこうだ、こうでこうだみたいな感じで組み合わせると分かるわけなんだ。そんなに、ね、外れてないの。それって政治の話ですか？まあ、政治、経済、文化、あ、全部ですか？全部で、今日はですね、こういうことね。日本の50年後、人口半分です。え？半分？半分です。今の人口、名古屋市200万人いるけど、名古屋市はね、100万人にはならない都市だから。で田舎の方がすごく激しく減るわけで、ね、だから全体として人口半分ね、5000万人ぐらいのところですか。そうそうそう、6000万人とか少ない。だけど問題はここ、今の人口構成の半分じゃないんですよ。ん、今の人口、若い人がいて年寄りがいての半分じゃないの。どの半分？年寄りばっかの数字がダメでしょ。ん、年寄りがいなくなるってこと？違う、年寄りばっかり。ああ、70、80これかってこと。これかな。でその分外国人が入ってくる。もう現在入ってきてるでしょ、コンビニとか。あ、もう入ってきてますよ、ドン・キホーテとか吉野家とか。すごいですよ、外国人いっぱい働いてる。生き生きとしてるじゃん。働いてますし、お客さんも外国人が多いです。ああ、でしかも最近、まあ、今日どうしてここで話するというと、その北朝鮮と韓国が一緒になるわけね。まあ、自分としては統一コリアン、コリアンが統一、もう昔は通りやす一つだったね。最近ありましたよね。だから会談してもう一緒になりましょうって言ってるわけ、ね、で核兵器はなくしますとかね。そういうでね、このキム・ジョンウンだったかな、なんか金委員長っていうのが
日本でいうと天皇みたいな地位につくって言われてる。へー、最高責任者じゃあね、ちょっとね自分はね、なるほど、まあ、象徴的なものじゃないかなと思ってるんですけど。あー、なるほど。でこの統一コリアンができるっていうのは、ただ単にその北朝鮮と韓国が一緒になりましょうじゃない。ん？そうじゃない。違う。そのね、習近平っていうこの中国の人ね、中国の最高責任者ね、はい、それからロシアのプーチン、はい、それからその金さんがこのもうこれでいきましょうって言ってる。でしかも悪いことにアメリカのその、まあ、裏の大ボスみたいなキッシンジャーっていうのがいるんです。知らないです。アメリカの、ね、大ボスなの。大ボス中の上も上も、習近平あのキッシンジャーがお前やめろって言ったらやめないかんよ。それぐらい力があるよ。90歳ぐらい。もうじゃあですけど、だけども世界中行っとるんで、最近も中国にいて10個ぐらい話し込んできたり。すごいですね。だからすごいんだ。だからそのキッシンジャーってやつが了解してると思う。自分は見てるわけ。もう大体合ってるからね、こういう人と。あ、なるほど、うん、あ、それをもう了解しちゃったってことですか、これ。その人も。そう、だから世界中が了解してるわけです。あ、日本だけ了解してないみたいな感じ。知らんというか知らされてない。そういう状態なんだ。でね、しかも悪いことにこのアメリカがね、破産状態なの。お金がない。そうなんですか。アメリカもう大変な借金があって、もうニッチもサッチもいかん状態で、もうこれね、世界にね700とか800の軍事基地があるわけ。ああ、そうですね。日本だけで130あるんだよね。これがねもう維持できない。お金がなくて。そうなんですか。だからもう今にあの太平洋からそのアメリカの軍は引き上げるだろうと、まあ、自分は見てます。で、でね、もう一つはね、そのアメリカとアメリカ、まあ、ソ連が崩壊してアメリカが、まあ、こんな状態になって、ですからその、はい、中央アジア、それからこの南米、東南アジア、アフリカっていうそのもう今まで聞いたことないような、もうすごく貧しい国ね。はい、貧しかった国ね、この人たちがすごい元気なの。ああ、そうですね。なんか分かるでしょ、なんとなく。もうね、アフリカの発展途上国がもう発展してくるってことですよね。発展してきたし、それからそのアメリカとかソ連がこう押さえつけとったのがもうなくなっちゃったから、そうですね、もうみんな言いたいこと言うようになったわけです。みんなおとなしくしとったわけ、今まで。で、じーっと日本とかにも出てくるようになったってことですよね、そういう人。いや、出てくるも来るけども、もう言いたいこと言うわけ、はい、国連 の、はい、会議なんかで今までソ連とかアメリカに遠慮しとったわけね。ところが最近は何言ってんだお前、いい加減のこと言って、この前こう言ったじゃないかなみたいな感じで、もう抑えれなくなっちゃったわけ。もう言いたいこと言って、もう生き生きしてるわけ。もうそのアフリカのもう聞いたことないような名前の連中が来て、あだこうだ、自分もねニューヨーク行ってアフリカの連中と話したんだけどね、うん、もう生き生きしてるんだわ。俺も俺たちの時代みたいな感じで、ね、で しかもねそのアフリカの連中とか、はい、中南米の連中とかはね、日本にものすごい期待してるんですよ。あ、そうなんですか。日本が自分たち の希望だって言うんです。夢だって。で夢目標っていうんです。あ、日本みたいになりたいってことですか。日本みたいになりたい。へえ。日本は経済力が一時世界第2位だったでしょ。はい、で、まあ軍事力も一応あるんだけど、はい、他国に出てってないじゃん、ここなら。なるほど。70、80年。そうですね。経済力はあるけども、あんまり出てないと。出てってね、誰も一人も殺してないで、公式に軍隊で。アメリカとは違うわけじゃん。ああ、なるほど。だからそれを目指してる。自分たちもそういう国になりたいって。で、世界中で売れるものを日本は作ってるわけね。何でも日本の欲しいわけじゃない。大体向こうの人がね、日本製が欲しいの。はい、だからいいものを作れば売れるんだと。あ、しかもね、これがもう一つ大事なことはね、日本人ってね、白色人種じゃないじゃん。はい、もうあんたでもあんまり白色ってこういう顔してるのね、だいぶ違う。差別がないってことですか。差別がないんじゃなくて、
今までは白人の国が世界支配してたわけじゃない。ところが日本は白人じゃないじゃん。色がついてる。あの黒、真っ黒じゃないけど色がついてる。だから白人じゃなくてもやろうと思えばできるんだって言ってみんな日本を研究してる。で真似してる。で日本ができたんならうちで俺たちでもできるはずだということで教育にものすごい力入れて、その世界に売れるものを作れば必ず売れるんだみたいな感じで世界中はやってる。だから日本が目標だ、希望だって言ってるわけです、はい、だから ね、 これね自分はそうこう思うんだけども、とにかく今めちゃめちゃ面白い時代だ。そうですね。それにそれはなんとなくわかる。わかります。わかります。今のこうね、自分はまあもうすぐ70歳だけど楽しいですね。まあ長生きしてよかったなと。ここからね、これからです。ここからですね。これからですよ。そういうことで今日はですね、さつきちゃんと50年後を予想してみました。まあ当たるかどうか分かりませんよ。まあそういうことでこの YouTuber ペンズハウスのさつきちゃんと一緒に、名古屋市の某ところから放送しました。まあそういうことで50年後はそういうことです。まあいいかどうか悪いか分かりませんけども。そういうことで皆さん、まあ、健康に注意して頑張ってください。はい。はい。